毎度にラブリーゲームズです。前回の動画からね、少し時間が空いてしまったんですが、まあ、またね、のんびりとやっていったと思います。で、今回はこちらですね、 7 days to die。 で、前回の動画の後少し遊んでたんですが、で、まあ、建物の中を捜索してたら、見事にゾンビに囲まれてしまって、で、結局、2日目で死んでしまいました。なので、またね、新しく始めていきたいと思います。ありえない数のゾンビが家の中にいてですね、もう逃げ場がないというか、そういう感じだったんですが、ちょっと多すぎるだろうっていう感じも、まあしなくはないですが、結構やっぱり難しくなってますね。まあこのゲームもともと難しいんですよね、序盤は。そこの山を乗り越えてしまえば、まあ、あとは何日でも生き延びるのかなと思いますが、まあ、のんびりとね、やっていきたいと思います。その間にアップデートとかも入って、17.4 になってますね。あとパッと見遊んでてちょっと変わったなって思うのは、このツールバーの上の、このメーター。これ確か前なかったと思うんですが、これは、ね、あとどのくらいでレベルが上がるとか、わかりやすくなっていいんじゃないかなと思います。じゃあまずお決まりのクラフトからやっていきたいと思います。ゾンビ大一号、今空いてるしてる時間はないんで無視します。
鶏か。よし。作れと。鳥がいるな。まあいいや。よし、じゃああとキャンプファイヤーを置いて、トレーダーが 1.3 キロか。1.3 キロ遠いのかな。遠くはなさそうですが、まだ10時だしな。
とりあえずもう荷物がいっぱいなんで。置いておきたいんですが。刺激。意外とヘッドショットは強いのかな。ひょっとしてこれは、あれっちか。あれっちですね。いや、まだ序盤なんで近づきたくないんだけど。あと500メートル。なんとかいけるかな。アルファ17になっても荒れ地で犬が出てくるんですかね。犬の前にクマが。クマ。あれ、ゾンビ馬かな？うわ、やばい。マジっすか。まあ地雷仕方ないですね。はい、じゃあ2回目のトライアルはこれにて終了ということで。いやー、15分ほどで終わってしまいましたね。
はい。じゃあこれはもう消去ということで。いや、まさかの死に方だったな、今のは。はい。じゃあ3回目やっていきたいと思います。今回の動画はあと30分ほどで一回切り上げたいと思います。来ました。どうやら普通の森みたいですね。こっちは荒れ地だからやめときましょう。
よし、これで一通り最初のクエストは完了ですね。じゃあ、あとはトレーダーの方を向いてどんどん進んでいきましょうか。いや、2キロは遠いな。ここはもしかして、拠点に使えそうかな？あ、ワークベンチもあるし、壊れてる。よし、じゃあ早速、ここを拠点に改造しましょうかね。住人の方ですか。お、なかなかいいもん持ってらした。犬はまずいので一回離れます。おー、出てきてる。ヤギっぽいけど、犬に気づかれないようにして上に上がりたい。
うおー、来た来た来た。犬は倒したけど、いきなり回復を使ってしまった。よし、じゃあ食料も一通り確保したので、あとは鍋をちょっと探しに行きましょうか。ここにはしごをつけようかな。よし、これで OK と。Thank you.
これはまずいな。これはまずい。シマスだとゾンビもジャンプするのか。あと皮も必要ですね。家の中入りたくないんですよね、最初だと。最初なんで。どこかにお手軽な物件はないかな。止まったのかな。いや、今回は何としても生き延びたいですね。せっかくピストルとかも手に入ったんで。よし。コットンを収穫。
いや、体力が全然足りない。仕方ないか。ちょっと決死の覚悟で建物の中探していきたいと思います。いや、また2、3匹いるんだろうな。やはり爆発したか。はい、3回目も。いや、まあそうだよね、後ろから来るよね。はい、じゃあね、まあ今日は切りがいいのでこの辺で一回切りたいと思います。皆さんもいいゲームライフをお過ごしください。ご視聴ありがとうございました。